うまくいったみたいな、絶対うまくいかない戦法で平和を勝ち取ったすげえなっていう、うん、そうか、2199の沖田館長は役に立つ沖田館長なんで、ファーストの沖田館長は根性が座ってるけども偶然うまくいっただけなんだね。いやいやいや、偶然、何を言ってるんですか、うん、説教される説教される、やばい、あのね、日本で一番熱いやつに説教されるファーストはね、うん、そこをきちっとやってるじゃないですか。言っとくけど二人とも水だよこれ私が一番好きなシーンはやっぱりね、ガミラス本性で、うん、こう硫酸の海に潜って溶けながら、うんうん、溶けながら最終的にこうね、火山脈を見つけて波動砲を撃ったら一発逆転っていう、うん、あのね、あの映画ではそこであのなんか希望的な曲がかかるんですね、はいはい、であの発信と同じ時の曲、あのデン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 、チャチャン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 チャン、アナリさんまだか、あと5分しか持たんぞ、チャチャン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 チャン、発射ピューンでしょ。あれがね、もう、いや、男が覚悟を決めた時にあの曲が流れるんだと思ってもう大好きなんだ、映画で好きなのはそこなんですよね、うん、だからね、そういうのをね、あのパート1では学べるわけですよ、うん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 俺ドン引き、いやいやいや、それそこそんなにか、それはねすごく重要なとこですよそうか、だって発信の時もやっぱり超巨大ミサイルが来て、やっぱりね違うんだよ、違う、やっぱ宇宙戦艦ヤマトのファーストで一番感動したのが、うん、はい、あのね、第1話の CM 明けの、はい、もう本当に数分間なの、つまりのスキャットでああああというのが流れて、はい、ひたすら有声爆弾が落ちて、はい、赤い星が地球だと分かって、で、なんていうのかな、無慈悲なナレーション、男のナレーションで、うん、時に西暦2199年、地球人類はまさに滅亡の時に瀕していたっていう、すごい落ち着いた声で言い放たれるでしょ、はい、これが絶望かって、絶望を作画したらこんな感じになるっていうことで、でそこでその有声爆弾が落ちてきて、はい、地表がめくれ上がって核爆発みたいなのが起きるじゃん、あれ核爆発でも何でもなくて、ただ単に巨大な石が起きたら、はい、その衝突エネルギーだけで核反応が起きてるわけじゃん、はい、でそれで地面がぐわーってめくれ上がって地球がボロボロになっていく様を、はい、すごいな長い作画で見せられて、はい、終わりだ地球はって言ったら、そしたら沖田館長がうわ見て俺悪魔めって、はい、ここでなんかちょっと反撃のセリフみたいなのがあって、うん、これが感動した、それさっき言った森幸の、あの認識聞くで台無しにしちゃったっていうのは、それを森幸が第1シーズンと同じセリフ言えばいいと思いやがって、女声で言ったらそれダメなんだよ、あの冷静沈着なナレーターが24話でどうした古代って言うからこそ俺らをうおーと思うじゃんなるほど、あのまた落ちる第三環境が硫酸の海の中に落ちて、でどうしようもないって絶望した古代の顔がゆっくりとアップになって、どうした古代って、あの冷静なナレーターが初めて視聴者と古代に問いかけて24話終わってしまって、俺あの時家の中走り回ったもんハイジ見てる親にあれもそう、ちょっとハイジ見てる親とお姉ちゃんに、ヤマトがすごいことになって素晴らしい、素晴らしい鑑賞の仕方ですよ、うん、